おはようございました。4月8日月曜日です。大洲市内、今朝は曇りのお天気です。私今日は、大洲市立北小学校前に来ております。東大洲子ども園の送迎を終えて、こちらに来ております。今日は今年度の入学式、これから始まります。私も来賓として入学式出席するのは5年ぶりになります。小学、入学式の模様しっかり見届けたいと思います。では行ってきます。今日はまだ桜が残ってます。小学校入学式の模様でした。今終わりまして、外に出ております。全校生徒が揃う入学式、5年ぶりだったそうです。私も来賓として、参加するのは5年ぶりでした。全校合唱による校歌斉唱も久しぶりです。やっぱ母校の校歌いいものだと改めて感じました。また一新一年生の皆さん頑張ってください。今回はここまでです。チャンネル登録、いいね、コメントもよろしくお願いします。最後までのご視聴ありがとうございました。